皆さんこんにちは。株式会社ボールドソリューション事業本部技術部の松本です。株式会社ボールド取締役の福井です。テックジムの藤永です。本日もまたまたテックジムの藤永さんにお越しいただきました。第1号ゲストも第2号ゲストも藤永さんとかおかしいし、そもそも3人とも同じ服装ですから、日本撮りの後半いきます。ボールドチャンネル、うち今未経験の学生さんをどんどん取って、テックジムさんも未経験の人がどんどんスクールに入ってくるじゃないですか。今からねエンジニアになろうかと思っている未経験の学生さんにこれだけはやっとけみたいなのって何かありますか？もうそれはプログラミングなんですよ。もうズバリきましたね。だけどここが違うところは、うちのプログラミングとか200時間で普通にインターン入れるレベルになれるんで、うん、効率のいいプログラミング学習をやってほしいです。なるほど。普通のプログラミングの学習方法は全部間違ってるんで。お、面白い。全部違ってるの、はい、全部間違ってる。おいおい、授業いらない、ユーデミとかもいらない、参考書買うのもいらない、授業もユーデミも参考書もいらない、はい、人間って日本語を読んでる間に挫折するんですよ。なぜか分かります？読んでて分かんないからですよ。めっちゃ分かるかもしれないです。私はそれで読んじゃったんですよ、分かんないから、それでプログラミングを挫折しました。あ、そう、読んでれば分かると思って最後まで読むと分かんないんですよ。結局分からず終わっちゃうんですよ。でもう一周って言って、すごいシンパシーあるね。そうなんですよ。でもう一周して時間がなくって、いやいっかって諦めちゃうんですよね。でも実際コード書いていくうちに、初めは分かんなくてコード書くという進捗は守れるじゃないですか。実際書いてるから、書いてるから、でそれを繰り返してやってると勝手に覚えていくんで、だから一番いけないのは日本語を読むことなんですよ。赤ちゃんが日本語を学ぶために英語で習ってないですよね、っていうことですね。いやね、面白いですね。そのテキストもねいらないっていうのは、でも本当そうだなって言いながらね、新卒の未経験の文系のね学生さんにエンジニアになる覚悟をね決めたんだったら IT パスポートを相当な高得点で合格しなさいって結構言ってるわけなんですよ。藤永さんの今の話聞いてごもっともだなと思ったのは、やっぱりねテキストに向き合ってね丸暗記していくとかっていうのはね、プログラミングの本質とかとは全然関係やられてますよ。まあ、僕らはやっぱり見たいのはその覚悟感と努力量と、その勉強に向かった時の効率性とかね、やりきれんのかみたいなところは見てるんですけど、なんかでも本質的な意味ではすごくよく分かりました。ありがとうございます。ボールドチャンネルで松本さんも未経験からの異業種転職じゃないですか、うちには、はい、未経験から入ってきて今実際エンジニアになってみてね、未経験の頃どうしとけばよかったみたいな、なんかありますか？そうですね、私結構勉強期間が長かったんですよ、いつまでもダラダラ勉強しちゃって、まあ、その時点で良くなかったんですけど、前の業種にいる時に勉強した、ずっと勉強してて、はいはいはい、その時間が長かったんですね、それをダラダラ勉強せずにさっさと転職すればよかったなって、早く現場に入ればよかったなっていうのが一番思いますね。私は本当に 2,3 ヶ月でとにかく現場入ってくれで、現場に必要な最低限のスキルを自前で自走できるようにってやれば、あとは迷惑かけないんで、そっからは勝負なんですよね、だからとにかく必要最低限のスキルでいいんで、うちはもう HTML、CSS、データベースいらない、関数書いて、クラス分かってぐらいでいいんですよ。だけど200時間、300時間はカタカタ打ってる分のこのスキルはあるんですよね、でそこが評価されてるっていうところがあるんで、早く現場へ行くっていうのは正しいです。なるほど、はい、あとまだ他にもありますか？私は知り合いにエンジニアが全くいなかったんですよ。なので今思うとエンジニアの仕事について気楽に喋れる人が欲しかったなって思いますね。そうですよね、あのエンジニアってね、ちょっとツンデレが多いんですよ。そうですね。そうでも本当は、まあ、ツンデレっていうぐらいデレなところがあって、デレを引き出せばもう味方なんですよね、でそういうところでやっぱりいきなり現場入る前にエンジニアから直接教えてもらうっていう時間があれば、あ、これは質問していいんだな、これは質問したら怒られるんだなっていうのは練習すると、もうちょっとエンジニアの人間攻略が簡単かと思いますね。間違いないと思います、はい、ボールドチャンネル、うちもねもういよいよ100人採用200人採用のフェーズに入ってきましたんで、たくさんの学生さんあってんです。僕今年最終面接だけで300本やってるんですけど、別にね情報学部をね有利に扱ったりとか優先してないんですよ、で文系からでも未経験でも意欲のあったり勤勉な人リターな人はどんどん取るんですけど、ただね1個だけ情報学部の方がいいなと思ってるところがあって、それはやっぱりねプログラミングとか、まあ、ネットワークでもそうなんですけど、インフラとかもやってその面白さも辛さも経験した上でこれを生涯の仕事にしようと思っている、で一方で文系未経験の人はどっかのきっかけでちょっと触れ合ったり聞いたり、文系からでもなれますよと聞いてプロセスで考えては決まったんだけども、まだねその本当の意味でやりたいのかやりたくないのかね、分かってないのをこっちが見極めなきゃいけないっていう、そこがね大変だなと思ってまして、これね、2つともダメなとこがあるんですよ。情報系の人たちはなんちゃって情報系もいるわけですよ。まあいますね、プログラム叩けないくせに、いますね、俺情報系ですって言ってる、あれはもうそもそもダメ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 そもそもダメ、まあ、肩から書けますっていう人います、もうサーバーも構築したりなんかいろいろやりました、
っていう人も実務じゃないかダメなんですよ。なるほど。実務経験あるかないかで全然違うから、うん、だったら実務をインターンとかでやった方が、うん、当然情報系の人は同じ土台にいるよりかは実務で早くアドバンテージでやった方がいいに決まってるんで、文系と同じになっちゃうっていう感じです、うんうん、なるほど。でこの文系のダメなとこ、うんうん、どうしても嫌なもんだと思ってるんですよ。受験は嫌だ、うんうん、学問嫌だ、うん、だから嫌だ嫌だでやったってそれはエンジニアにとってはあんな楽しいことはないわけで、うんうん、その楽しさを見出せない人っていうのは結局辛くなってしまうんで、ただ面白くする努力ってできるんですよ、うんうんうん、例えばエラーって楽しいはずなんです。面白い。エラーっていうのは神様が与えてくれたヒントなんですよ。なるほど。でさっき言ったように理解しなくていいんですよ、うん、理解しなくても普通に書けるようになってから後で理解が追いついてくるし、うん、敷地を超えるみたいなね、うん、であと助言する人は絶対いっぱいいるので、エンジニアって所詮教えたがりなので、うんうん、頑張ったらいろんな助言くれるっていう、そういうスパイラルに自ら飛び込むことができるようなキャラだったら全然苦にならないはずなんで。なるほど。つまり楽しんでやれなきゃダメだと。そう、福井さんが言う覚悟っていうのは大事なんですけど、うんうん、ただ覚悟決めたら楽しめよって話なんです。なるほど、なるほど、大事ですね、それはね、はい、やっぱりね、苦痛で頑張ってもダメですね、はい、うん、でそうなると理系が一番かわいそうなんですよ。なるほど。物理的に時間がないない。だからプログラムに専念できない。できない、うん、だから理系が一番かわいそうで情報系がちょっと勘違いが多くて文系が楽しめないっていう。はい、なるほど、はい、そういう問題が良くないね、はい、良くない。ではもうぐるっとまとめると、プログラミングを早くやれってことで。はい、はい、でもね、早くやっていただくと早く僕らも助言できるんで、うん、そうですね、はい、楽しむ方法なんていっぱい僕知ってるんで、うん、僕もやっぱり楽しいと思ってる学生さんともっとたくさん会いたいです。ボールドチャンネル、本日はボールドの取締役の福井さんとテックジムの藤永さんにお越しいただきました。藤永さん、本日はありがとうございました。どうもありがとうございました。